チャンネル66。What's up? 66ジンです。はい、今回の動画は、ファインクリークレーザーズ、リッチモンド S66 の経年変化についてお届けします。さて、このリッチモンド S66、ね、手に入れられた方、あと、残念ながらね、今回は手に入れられなかった方、ね、検討している方、ね、皆さん、このリッチモンド S66 の経年変化気になって夜も眠れませんですよね。はい、その人々のために、その方々のために、はい、僕のこの購入したリッチモンド S66 の経年変化を随時動画に撮ってお届けしたいと思います。実はですね、先日このリッチモンド S66 の袖通し、もう最初の袖通し動画をアップしてるんですよね。そちらの方のね、動画、まあ、チェックしていただければ、ね、今回の動画の経緯がね、分かってくると思うんで、もし、ね、見てない方、ご覧になられてない方は、そちらの方の動画をぜひチェックしてみてください。少しだけね、その時のね、模様をお話ししますと、このリッチモンド S66、北海道の帯広のダニー、で、奈良のアンボイ、あと山口のマーボーさんですね。その3店舗、まあ合わせて4店舗なんですけども、で、同時に来て、ね、1年後にどんな経年変化してるんだろうっていう対決をし始めたんですよ。そんなリッチモンド S66 の経年変化を紹介していきたいと思いますんで、まあ気になる方は、ぜひチャンネル登録して、この変化見ていってください。今回の動画の内容は、この経年変化のね、状態の解説、そして着用のところまで、見ていただきます。まずはこの僕のリッチモンド S66、はい、着用からね約10日経っております、ね、毎日、お店にいる時はずっと毎日着てます、はい、11時間から11時間ほど着てます。休日もね、今回はねずっと着てました、ね、まずはこれを見ていただいて、ね、どのように変化しているのか見ていただきますんで、アップで撮っていきましょう。では解説に映らせていただきます。フロント部分の、まあ、見ていただきたいところって言えば、このプリーツの部分、まあ、経年変化っていうことですんで、プリーツでこう折れてる部分ですね。この辺りがね、やっぱり着用してるんで、こう広がっていって、この辺りのエイジングというか、ね、バッカリングが、ね、若干出てきてます。こう横にシワが入ってくるんですよね、はい。まあ、今回はね、まあすごく重くて硬いっていうか、まあ、最初は着づらい、顔じゃんって全てそうなんですけども、なのでこう思いっきりキュッキュッて揉んでます。私もう毎日着たいんで、もう本当に肩も凝らないように、もう柔らかくしております。なので、まあ、特に出てますよね、こういう部分のバッカリングが、ね、こういうところが素晴らしくいい雰囲気に腰も出てきております。はい、まあ、若干こうすれもね、もう1週間、いや10日か、10日なのにすれも出てきていますね。で、上の方へ行って、まあ第2点目ですね、に、まあ、この襟ですね。この襟、僕ね、必ずね、革ジャン襟こう立てるんですね。こう潰すんで、まあ僕の真似しなくてもいいけど、みんな真似してくれたら嬉しいです。はい、こう立てるとなんかこうね、W っていうか、こういう雰囲気なって、ちょっとかっこいいんじゃないか、こう立体感がある革ジャンになるんじゃないかと思って、ね、こういう感じに立てております。これもね、まあ、私ならではなのか、まあ、皆さんもやってるのかわからないんですけども、このようにしてます。第1ボタンはねちょっと硬くてね、今首も入んないで飼ってませんので、ちょっと硬いですね、はい、ちょっと開いております。そしてその下の方へ参ります。このポケットの部分ですね、はい、まあ、この辺りもね、いいシワが入っているんですけども、もう僕わざとこうミント入れてます。ここもバッカリングを出してあげようかなと思って、はい、もう昔のね、ジーパンでもね、ポケットにね、タバコだったりね、ジッポーだったり、そういうね、こう跡がついてる、それをね、このね、革ジャンで再現してみようかなと思っており、このようにミントを入れて、缶を入れて、はい、普段着ております。そこから一番こう圧巻なところは袖ですね。はい、4点目、この袖です。これはね、
ね、毎回説明していますが、可塑性が高い、ファインクリークのレザーは可塑性が高いってことで、一度曲げたり一度こうね切っちゃうと、もうこういうシワがねがっつり出る。まあダクトのような、もう本当に蛇腹って言ってますよね。もう本当にこのシワがもうたまりませんね。もう丸くなってて、もうまだ僕の手が入ってるんじゃないかって、このレザー自体が勘違いしてるんじゃないかっていうほどのこう袖のシワが出てます。これ素晴らしいですよね。はい、このようにね経年変化していきますね。皆さん本当にこれ着た方はもうびっくりすると思います。はい、ではバックスタイル見ていきましょうか。はい、バックスタイルですね。はい、まだね新品感はね否めないんですが、まあ元々のね個体差ってことで、こう血筋がこう斜めにこう入っております。はい、では車の運転とかもねこれ着たまんましてますんで、やっぱり当たるところはねこう若干こうスレが出てきてます。でバックシンチなんかはね特にこうスレがねすぐ出やすい、一番出やすいところですよね。でまあねグイ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 背中こすってるわけじゃないんですけども、この辺りはもう本当に茶色が出始めてるんじゃないでしょうかね。この辺りすれが出てきてますね。背中はねどうしても張る方が多いんで、シワとかそういうものはね出にくいと思うんですけども、でもやっぱり日が当たったりしていくうちに写真とかがねうっすら出て、これから先に出てくるんじゃないかと思います。まだね10日間です。まだ10日間なんで、ね、まだまだこれから楽しみなレザージャケットとなると思います。では続いて着用したところを見ていただきましょう。はい、着用してみましたね。まあまあ普段を着てるんでね、してみましたっていうよりもね着ちゃったんですけども、はい、めちゃくちゃねもう誰よりもいい感じに似合ってると思うんだけどな。はいね、もうポイントとしてはやっぱりね、僕はね一番下のねポケットじゃないわ、一番下のボタン、はい、一番下のボタンをこう外して、はい、着ておりますね。もうここがねこう上がっちゃうのもそうだし、まあ嫌いじゃないし、まあこうやって普段こうやって常々こうやって揉んじゃいますね。ここのがねやっぱり分厚いんで、ね、ここを揉んじゃったりしたいんで、ここ普段開けてます。第2ボタンと第3ボタンのみかけて、はい、着ております。で袖もねもうこのボタンはあまりはめてません。はい、でまあこう前開けた時にね上がってで曲げてもこの先の方までねシワが入るんで、はい、そんな感じで着ております。で先ほどね説明したかのようにこう胸ね、僕胸囲がね110ほどあるんで、この辺やっぱり40のサイズを着てるんですけども貼るんですよね。貼った時にこのポケットのこのねミント、このミントがはいしっかり後つけてくれるんじゃないかと思っております。ね、この襟の部分もそうですね、こう常に揉んでおります。いかがでしょうかね。はい、こんな雰囲気にいつも着てます。でたまにねこうボタンもねこう開けてこういう感じで、ね、羽織る感じでも着たりしてますね。もう本当毎日毎日着てるんで、もうすごい楽な感じに、すごく柔らかくもなってきたし、すごくこう着やすいレザージャケットになってきました。まだまだこれからね、レザーがね柔らかくなって、まあ雰囲気的にね、こう薄くはならないんですけども、もう皮がこう痩せていく感覚ですね。それを味わいながら、もう皆さんも一緒にね、こうね、もう楽しんで着ていきましょうよ。はい。ぜひぜひこれからもこれ追っていきます。ファインクリークレザーズリッチモンド S66 経年変化10日間、いかがだったでしょうかね。めちゃくちゃこうね10日間にしてはもう本当に柔らかくなっていい雰囲気になってきてますね。もうこれから先もう楽しみでしょうがないと思いますね。はい、ここまでね見てくれてるね方々、もうよっぽど革ジャンの変態ですね。はい、でまあ、僕なんかも特に変態なんですけどね。はい、ね、今回もね最後までご視聴本当にありがとうございました。ね、ぜひともね次からの動画もこれずっとこう追っていきますんで、ね、気になる方はチャンネル登録してずっと
見ていってくださいね。では今回の動画は以上となります。で次回の動画でまたお会いいたしましょう。それじゃあさよなら、またね。こんにちは、六六人です。今回の動画は What's up? What's up だはい、行きましょう。 What's up? What's up? え、どうしたんですか。はい、はい